イーロン・マスク氏仮想通貨について考える時間はあまりない。マネーの本質について考えている。X のオーナー、テスラの CEO であるイーロン・マスク氏は、Twitter スペース X スペースで仮想通貨について考えることに全く時間を費やしていないと発言した。今回は、ヘッジファン大手アーク、インベストのウッド CEO との X スペース対談の際、ウッド氏のビットコインが金融システムに与える潜在的な影響についての質問に応じたものだった。アークは現在米国でビットコイン現物 ETF の上場申請を言っているという背景がある。マスク氏は以前からたびたびビットコインや仮想通貨に言及し個人的な見解を述べたことで仮想通貨コミュニティからも注目されるようになったが、最近は仮想通貨関連のコメントを控えているようだ。今回の X スペースで、私は長い間、マネーお金とマネーの本質について考えてきたが、マネーとは何か、まさに資源配分のためのデータベースだろうとした上で、法定通貨はルールに基づいており、政府からあまり乱用されないのであれば、資源配分のデータベースとしては実際問題ないと思うと述べた。また、マネーのシステムについて、情報理論をマネー問題に応用したものだと考えていると話し、それを情報システムだと思えばいい。ノイズを最小化し、遅延を最小化し、パケットロスを最小化する必要がある。一方、インフレはシステムにノイズを加えることになると指摘した。次のトピックに移りたいと思います。X の決済サービス。マスク氏は同 X スペースで、X の決済サービスの開始時期についても言及した。現在、複数の送金ライセンス申請の承認待ちで、来年半ばに決済サービスが始まる可能性があるという。仮想通貨を X の決済サービスに導入する可能性については、上述の発言から期待は一旦後退したようだ。一方、マスク氏が CEO を務めるテスラ社は今年の3Q 付で1.84億ドル相当のビットコインを保有しており、顧客が同時コインを使って一部の商品を購入できるようにしているという側面もある。ビットコインの時価総額がテスラやバークシャーを上回る9位まで浮上、キングオールド市場の116に迫る。バークシャー、ハサウェイを上回る。暗号資産仮想通貨ビットコイン BTC の市場規模時価総額が8500億ドル、120億円を超え、上場企業や貴金属 ETF を含む取引資産と比較して世界で9番目の水準に達した。企業の時価総額との単純比較はできないが、これは米著名投資家ウォーレン・バフェットが率いるバークシャー、ハサウェイ、メタ、旧 Facebook、 テスラを上回るもので、 NVIDIA に次ぐ規模だ。一方、時価総額1位のキングオールドの市場規模時価総額を比較すると116程度の規模となる。ビットコイン BTC は2100万 BTC の発行上限があり、半減期による供給量の調整があるため、その希少性からインフレヘッジを兼ねた価値の保存手段の一つとしてデジタルゴールドと呼ばれることがある。ビットコインの市場価格は2022年4月以来初めて4万1000ドル水準を超え、7日には4万3800ドル644万円で取引されている。この1ヶ月で 25%、 年初来では 163.9% 上昇しており、2021年11月の史上最高値6万9000ドルを目指している。12月7日現在、メタは8150億ドル、テスラは7609億ドル、バークシャー、ハサウェイは7670億ドルであるが、ビットコインは NVIDIA の1兆120億ドルに次ぐ。ビットコインがトップ企業アップル時価総額3兆ドルを上回るためには、1BTC 15万3000ドルを超える必要がある。アナリストによると、この動きは強気相場の典型で、2020年の強気相場に似ている。2週間のチャートで相場の過熱感を示す RSI 相対力指数が70を超えたことが、ビットコイン史上4回目の強気相場の始まりのシグナルとする見方も出ている。強気相場の見方強まる。この成長は、ビットコインが世界で最も価値のある資産の一つとして認められていることを示している。バークシャー、ハサウェイのチャーリー・マンガー副会長やウォーレン・バフェット CEO は以前ビットコインを殺素剤と評したが、仮想通貨に詳しい弁護士ジョン・ディートン氏はかなり大きな殺素剤の瓶だと述べた。仮想通貨業界はビットコイン現物 ETF の初の承認により前例のない強気相場が到来することを期待している。A金融大手スタンダードチャータード銀行はビットコイン価格が2023年末までに5万ドル、2024年末までに12万ドルまで上昇する可能性があると予想している。以上で今日の解説は終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。